タイ国鉄 GE 型ディーゼル機関車は、1963年から1965年にかけて製造されたタイ国有鉄道の電気式ディーゼル機関車である。その車番から4000型と呼ばれる場合もある。1960年初頭のタイ国鉄では、アメリカダベンポート社製 DA 型、日本、日立製作所製廃型などの液体式ディーゼル機関車が活躍していた。 しかし大国鉄の輸送需要は年々高まり一列車あたりの輸送力増強が求められていた。これに応えて次世代の大型機として製造されたのが本形式である。なお同年には液体式の大型ディーゼル機関車である HE 型よび2000型も製造された。しかし本形式で採用された電気式の方が構造が単純であり取り扱いや保守が良いという 理由により有利と判断され、また路盤強化により、重量級の機関車が入線できる線区が増加していったことから、その後は1969年に製造された、KP 型を除き電気式のディーゼル機関車のみが導入されるようになる。新塗装の4029号機一般的な箱型の車体をしているが、傾斜のついた前面は3枚に分かれた窓や、 シールドビーム2頭の全小灯、後部標識灯などが全て上半分に集められ、下半分はほとんど何もないのっぺりとした独特のスタイルをしている。それまでの多くの機関車で採用されていた母、母軸配置ではなく、大型機として COCO CO 配置を採用した。660HP のディーゼルエンジンを2基搭載して電気式を採用、また自重も大幅に増加しており、 高出力、高い牽引力を実現している。塗装は2019年現在全面が黄色で、側面の上半分が水色、下半分がオレンジ色の旧塗装とオレンジ色を基調として、黒色、銀色、赤色などがアクセントとして入る複雑な塗装の新塗装が存在する。しかし、近年旧塗装に塗り直された車両が出現しており、今後は 旧塗装と新塗装の両方が維持されるか、あるいは旧塗装に再統一されるものと思われる。クルンテープ駅にて入れ替えに従事する4015号機旧塗装の側面垂直部にさらにオレンジ色の細い帯を足したオリジナル塗装となっている導入当初は、その高出力を活かして特急、急行列車を牽引するなど花形機として活躍していた。 なお同年に製造された HE 型は、次長が大きい GE 型が入線できない線区の、急行列車の牽引を担当するなどにより、GE 型とは、用途の住み分けがなされていた。2019年現在では老朽化や後継機に、対する性能の低さにより優等列車牽引からは、退いているが、南元線の南部などで普通列車を牽引している、ほか、各駅において、 入れ替え機としても残存している。性能が低く、またトラブルが多かったため導入後間もなく、米軍に挑発され、ベトナムに転籍、廃車。1986年製の初型や、国鉄所有でない専用船所属機などの液体式ディーゼル機関車の導入はあったが、これらは入れ替え機として製造されており本船運用を目的としたものではない。名称は、 日本のファンの間で寛容的に呼ばれているものであり、大国鉄の正式名称ではない。大国鉄の DLGE 型、大国鉄ともの会、2020年7月24日閲覧、ありがとうございます。